はい、どうもこんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いいたします。それでは黄金の太陽続きやっていきましょう。確かこっちだったよね。違う、どっちだっけ。じゃあいろいろ忘れて、あ、違う。こっちこっち。お？あー、そういう感じのやつね。なるほど。ん？何？あ、時間で上がっていくタイプのやつか。なるほど。それまでにあのボタンを押さなきゃいけねえんだな、多分。急げー。てか、まあ、待たなきゃいけない。多分そういうことでしょ。 OK。 いやこれは降りろってことだよな。OK。 あ、ここね、さっき来れなかったとこだ。でもこれ反対側に来るルートがどっかにあるってことだよね。いやー、見つけれてないな俺。はい、とりあえず戻ってきました。多分ね、こっちの壁のどっかスピンで開けれるところがあるんだと思う。違うか。違うな。あ、ここ行けるじゃん、左。なんだなんだ。いけるけど、これ行き止まりじゃないか。あれ、俺これどっから来た。これいけんじゃん。なんだよー、すげえあっちこっち走り回っちゃった。これだこれだ。これはどこに行くんだ。あー、宝箱あるよってことか。確かここだよね。 OK、 やっと進めた。かれこれ2、30分走り回っちゃったな。はいはい。お、またシルフの羽。これは何もなさそう。ないよね。おー、次もっと急ぎなきゃいけないバージョンだ。急げー。 OK。 ここあるね。なんかあれだね、葉っぱの大きさが違うのか。さあ、宝箱ゲット。お、また回復。これで多分右側に出るんじゃないかな。
おや？あ、ここに出るんだ。あ、ここに出るのね。はいはい。そしたら砂が出てきて、どうなるんだろう。え？え？目が光ったよ。砂じゃなかった。さあ来たよ。光ってるとこ。え、ちょっと待って、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 そうでしょ。あ、だからあそこに砂あんのか。これ間に合うかな、下から行って。間に合う。そういうことか。これで隠れろってことね。あー、なるほどね。焦るわ。超焦った。オッケー。あ、これ戻るとこだね。さっき上から来た。え？何これ？何これ？顔が。あ、落とせってことか。どこから落とすのこれ？え？あ、イマジンで見ればいいのかな？あ、そういうことだ。オッケー、 オッケー。お、これは砂か。ん？これ下に落ちるのか、砂が。そしたらどうなるよ。お、ここがいけるってことかな、もしかして。あ、下溜まってる。滝登り。滝じゃないけど砂登り。オッケー、進めた進めた。そろ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 ゴールデンはいいのでは。ゴールっぽい。ゴールっぽくない？うわあ、うわあ。これ。あ、ゴールくせえ。出た、いつものやつ。このいつもの形。やったー。で、取れない取れない。よーし、これで集まったよ。右真ん中左クリアー。やったよよし、無事クリア。よっしゃー。そしたらちょっとね、隣のチャンパ村に行きたいと思います。パヤヤームが帰ってこないとダメなんだって。パヤヤームを探さなきゃいけないのか。どっかいたな、パヤヤームが帰ってこないとみたいなこと言ってたんで。どこだっけ、ここだっけ。忘れちゃった。パヤヤーム、アラフラかマトラか、その辺だよね。こっち行ってみようか。じゃあ、さあ
久しぶりにアラフラの街戻ってきました。あ、ここじゃねえ、マドラか。あややむいたの。あー違うな、間違えたの気がする。チョウチョさんの話聞いたら何かわかるかな。貿易で儲けるのです。強いらしいですね。その力を貸してほしいのです。いい話よ、ちょ嫌だよ。敗者どうなんだろう。あ、はい、できなかった。てかこの町来て思い出したんだけどさ、あの船をなんかできなかったっけ。確か これなんかできたよね。手伝ってみようぜみたいな。あれ壊せるぜ、だってバーストで。これで近くまで行けて、バースト持ったから、間違えた、破壊。これで OK だろ。これがどうなのか分かんないけど、正月がなくなってる。マストを立てれば再び船が使える。お、なんかイベントが進んだ。バババブー。マストが正月は本当にないわ。やりました。とも、知らせに行こう。信じられんな。本当ですってば。お、お。どや。足でございます。どうして戻られたのだ。あれ持ち上げるの結構無理じゃね。結構きつくねえか。ああ連れてかれた。ごちそうさまでした。ケチな蝶々がごちそうさまでないよ。カクカクシガジガ。遅いではないか。大変だ。パヤヤマが牢を破り逃げてしまったんです。何？壁に穴を開けていたんです。
絶対船行ったんだろう。いいから早い、考え。ごちそうしてやったな。店を出してもらった主人には恩義を感じるもんじゃろ。ひでえ。こいつ最低や。この蝶々最低。まあ一応探しますよ。絶対船だろ。あ、たみんな倒れてる。貴様ファイアーブ。泥棒だと。船の代金を払ってやんない。どうなんとんでもねえ。やべえ、カリシアたちだ。あんなに遠くじゃないか。こいつバカだね、やっぱり。ガルシアの顔に向かってあれをやるって。そんな米でいいのかい。あいつら強いんだぜ。あーかべ。こいつやっぱバカだ。シャンパンまた追ってくるんだね。いやー、やっぱバカだ。あいつ。なんてざまですか。あ、老人にまで蹴飛ばす。なんてやつだ。それは歯向かったら私だけではないか。この蝶々マジ最低だな。あんたにもがっかりしましたよ。褒美も当然ありません。この蝶々の街やだわ。痛くない。ゲッター男じゃの。はい、それではですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回チャンパ村に行っておばあちゃんといろいろお話をしようかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。もし動画を気に入ってくれた方は右上の画像からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画の続きが見たい人は画面右下の再生リストから見ることができます。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。